2010年ラリー北海道は日本の北海道十勝総合振興局で開催されるラリーイベント。2018年現在アジアパシフィックラリー選手権、日本スーパーラリーシリーズ、全日本ラリー選手権の3シリーズを掲載している。アショロ軍陸別町は1986年に陸別サーキットがオープンするなど国内オフロードレースのメッカとして知られていた。 そこで培われた人脈や自治体の受け入れ体制を基盤として世界ラリー選手権日本開催に向けて2000年に誘致準備会が発足。十勝地方の中心である帯広市を拠点としたラリーイベントが始まる。2001年9月にインターナショナルラリーイン北海道として初開催。スペシャルステージを主体とする国際格式ラリーの国内開催は同年5月の 第19回日本アルペンラリーに続く2件目となった。2002年には大会名称をラリー北海道と改めアジアオセアニア地域選手権へ一服のカレンダーに加わる。3年間の運営実績が認められ、2004年7月には日本初の世界選手権ラリーイベントラリージャパン開催が実現。WRC とへ一服が閉鎖され、 三日間に延べ21万人の観客を集めた。2005年には同じ都勝地方でラリー北海道とラリージャパンが別々に開催されることになり、ラリー北海道はラリージャパン出場予定者にとっての前哨戦という意味を持つことになる。また、この年からラリー北海道はプクと国内選手権 JRC を閉催する形式となる。2008年には ラリージャパンが札幌市を中心とした同王圏に移転。2009年はインターコンチネンタルラリーチャレンジの一戦に予定されていたラリージャパンが中止となり、ラリー北海道が IRC のサポートイベントに指定された。その後、カチへの IRC 誘致を目指す支援活動もあったが実現には至らず。2011年には大会発足10周年を迎え、 75台のエントリー68,500人の観客動員を記録するなど、ローカルスポーツイベントとして定着している。開催時期は2010年は5月、2011年以降は9月となっている。2017年には日本初の国際格、ラリーシリーズである日本スーパーラリーシリーズも閉催されることになった。競技の格式は、 FIA 公認国際格式競技であるが、FIA のシリーズ戦には含まれておらず、あくまでも日本国内の1シリーズとしての名称である、十勝管内のご市長が舞台となる。帯広市街の南にある北愛国広場にサービスパークを設置し、初日と最終日に隣接する特設コースで、スーパー SS が行われるほか、セレモニーや各種イベントも催される。二日目には、 陸別サーキットにリモートサービスが設置される。SS は山間部の林道を使用するハイスピード主体のグラベルコース。両脇に木々が生い茂る狭いコースながら平均速度時速 100km を超えるステージもある。全工程約 1000km、SS 合計約 230km という国内最大規模で行われ、JRC 独自のポイントシステムでは 最大係数の2.5倍がかけられるため、選手権争いにおいて、重要な一戦となる。2002年のラリー北海道を制した、ポッサムボーン中期、エイプクはシリーズ年間登録の有無に関係なく、総合優勝者を記載する。ありがとうございます。